はい、どうもこんにちは、みずぽんです。本日のお話、レンジャーになった代償について話していきたいと思います。このレンジャー訓練は、自衛隊の中でも過酷な訓練というだけあって、ただでは済まないっていうことを、イメージされるのも、皆さん、思うかもしれません。実際このレンジャー訓練卒業して、怪我であったり、何かしらの感染症になった状態で、卒業するっていうのは もちろん、私もありました。ですが今回僕がお話しするのはそれ以外のことで、僕が起きたことと僕の周りで起きたことについて話していきたいと思います。まず僕が起きたことなんですけど、これはですね、頻尿なんですよね。恥ずかしい話ですが、僕はレンジャーを卒業して自衛隊を辞めるまでのこの5年間、この症状に悩まされ続けました。当時は1日に15回ほどトイレに行くことがあって、もうそれこそトイレに行って用を足した後、そのまたすぐにまたトイレに行きたくなるっていうようなことがあって、もう近くにトイレがないともう不安でしょうがないっていう日々が結構あったんですよね。今は退職してからそういった症状がほとんどなくなったので、すごく安心しています。これはなぜ起きたかっていうのも、おそらくレンジャー訓練が影響してるんではないかと僕は思いました。僕が受けた部隊レンジャー訓練では、家業が始まってから、昼食の時間と家業終了の、以降の時間を除いては基本的に休憩時間はありませんでした。その休憩時間というのは休むだけではなくて、トイレも基本的には行くことはできませんでした。このトイレが行けなかった理由っていうのも、僕なりに考えたのは、レンジャー訓練というのは短い期間でたくさんの量を学ばなきゃいけないということがあるので、僕一人のためにトイレに行きたいっていうことで、訓練を止めたり、一人が技術を習得できなかったことによって、今後レンジャー学生の間で影響が出てしまうっていうのも避けるために、おそらく要因の方はよっぽどのことがない限りトイレには行かせないっていうことがあったのかなと僕はそう思いました。とはいっても、前半の駐屯地で行われる訓練では、水分を取る量をちょっと控えたり、座学と言われるような筆記で受ける授業とかもあったので、なんとか我慢することはできました。ですが、問題なのはその後半の訓練で行われる想定訓練なんですよね。この想定訓練は、作戦官は基本的に山の中で行動します。非常呼吸がかかってから始まるのですが、この非常呼吸が始まってから作戦が終わるまでの間は養便ができないと思った方がいいです。なんでかっていうと、作戦官は常に敵を意識した行動を取り続けることになります。想定訓練で行われる様々な山や湖の中で、動き続けるのです。そしてその荷物や装備については基本的に下ろすことはありません。この荷物や装備については、大体合わせると40キロぐらいになるんですよね。考えてみてください。重たい荷物を持って山を登りに行くと、でその中で要因にバレずにおしっこすることできますか？当然僕一人のおしっこのために戦闘行動中の部隊を止めるということはありえないんですよね。だったらどうしたかっていうと、僕は行動間にたまに止まる時があるんですよね。経路確認とかする時に部隊が一旦停止することがあるんですよ。その隙を見て、こっそりしました。なんかこんな風に思ってると、もうなんか捕虜みたいな感じで、なんか囚われの身の状態のような感じなんですけど、いや本当にそれぐらい想定訓練間で養便をするっていうのはもう至難の業だったんですね。そういうことを想定訓練間、約1ヶ月間、やり続けたことによって、僕の膀胱はおかしくなって結果的に頻尿になったっていうことが起こりました。もう一つについては、交友関係なんですよね。これは、僕の周りに起きたことだったんですけども、一緒に受けた、レンジャーの同期だったり、先輩や知人
でもう卒業した方から聞いた話なんですけど、彼女や奥さんとの関係が悪化したっていうケースをちょっと耳にしました。でこれはなんでかっていうと、レンジャー訓練は基本的に休日はあったとしても自由な外出っていうのはないんですね。でそういったこともあって、長期に家を空ける、またはその彼女とのその2人で会う時間っていうのがなくなってしまうことによって、愛想をつかれてしまうっていう話を聞いたことがあります。ただまあこれはまあありえる、想像できると思うんですけど、それ以外でも結構意外だなって思ったケースがお金のことだったんですね。実はレンジャー訓練すごくお金を使います。これは何でかっていうと、レンジャー訓練の中で、装備品や消耗品を同期で統制して同じものを買ったり、そういった消耗品を大量に購入することがあるんですよね。その金額が結構自分たちの想像を超える金額になるんですよね。でそういったものを買っていくっていうことでお金がかかってしまうっていうのがあります。でこれはお金がかかるケースはそれ以外にもあって、実は間食、何かを食べるっていうことも実はものすごくお金がかかるんですよね。レンジャー訓練館では過酷な訓練だけあって、ものすごくエネルギーを使って疲労するということになります。この状態で駐屯地の食堂でご飯を食べるんですが、それだけじゃ全然足らないんですよね。もうどん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 体重が減っていってしまうんですよ。でストレスもすごく溜まると。でそういうこともあって、よく PX と言われる駐屯地の中にある売店で、もうむしゃむしゃ口の中に入れられるものは入れ、もう買えるだけ買って、後でまとまった時間取って一気に食べるっていうことをよくやってたんですね。でそうやってっていかないと自分の体力が消耗していったり、体重がどんどん落ちてしまうんで、すごくそういったところでお金がかかりました。あとはサプリメントや栄養ドリンクなどを飲んで体力を回復させるっていうことが結構ありました。僕のケースなんですけど、僕はこのレンジャー訓練館でだいたい60万円ぐらい使いました。この3ヶ月の間で60万円です。高いか低いかは、人それぞれ思うかもしれませんが、僕はもうそのぐらい使ってても、もう構わないって思いました。もうそれを使ってても、バッジが手に入るなら、もう何でもするっていう思いがあったので、そこは気になってなかったんですけど、僕は独身であったんで、そういったことは、自分の問題だけで済んだんですが、やっぱり、彼女や奥さんがいる、家庭がいるっていう方については、自分一人の問題ではないんで、結構そういったところで揉めてたりすることを見たことがあります。時間を見つけて奥さんに電話をするわけなんですよ。お金を追加で口座に振り込んでほしいと。やっぱりそういうふうのを頻繁にしていくと、奥さんからはやっぱ事情がわからないんで、なんでそんなにお金を使うんだって、そういったこともあって結構揉めてるっていうことを耳にしたり聞いたりしたことがありました。このレンジャー訓練、お金を使わないようにするっていうことも可能なんですけど、レンジャーバッジが手に入るためだったら、お金はいくらでも積むっていう風な、感じに僕はなったので、そういうことは仕方ないなっていう風に思いました。以上が、僕が起きたことや、周りで起こった、レンジャー訓練の中のことだったんですけれども、この動画を見ている方でも、もしこういったことがあったよとか、もうこういったものが大変だったっていうのを経験されたり聞いたりしたことがあるよっていう方がいましたら、ぜひコメント欄で書いてみてください。他にも、いろんな質問や、相談なども、受けていますので、もしそういったこともあれば、ぜひコメント欄で書いてみてください。今日はこういった形で、お話をしてみました。以上で終わりたいと思います。みずぽんでした。バイバイ。